新潟大火。1955年の新潟大火とは、1955年、昭和30年10月1日未明に、新潟県新潟市、現、道市中央区の中心部で発生した火災、及びそれによる被害の総称である。新潟市中心部では明治維新以後、新潟大火と呼ばれる大規模な火災が数回あり、このうち1908年、 明治41年3月8日の大火、若狭屋家寺では千戸以上を延焼し、万代橋の初代橋梁を半分以上消失する被害が出ている詳細は新潟大火を参照。当記事では前述した1955年の大火、いわゆる昭和新潟大火について記述する。火災が発生したのは1955年10月1日午前2時50分。 出火元は、新潟市医学庁一番町にあった新潟県庁舎第三分館で、出火原因は、モルタル外壁内部で発生した漏電によるものだった。第三分館は、県教育庁などが配置されていた木造の分庁舎で、当時の県庁本庁舎、2017年現在、新潟市役所本庁舎本館が立地している場所の向かい側に所在し、現在は、 マンション、ダイアパレ水学庁が立地する場所である。ちょうど日本海を台風22号が通過した直後のことで、西からの強風により、東方向の新潟市街地へ向けて、火の手が広がった。午前3時4分、新潟市消防本部、現在の新潟市消防局の前身に、初期通報が入り、消防隊が出動する。 しかし台風からの吹き返しの強風に加え、連日のフェーン現象で空気が乾燥していたため日の、周りが早く、県庁からまっすぐ北へ伸びる、東中通り、その一本東の西堀通りに延焼。さらにその先の小町方面に燃え広がった。当時中心部の山と新潟店7階には、ラジオ新潟、現在の BSN 新潟放送の本社び、スタジオがあり、 当時は未明で本来放送休止のところ30分ごとに台風情報を随時伝えるため送信を継続しおり、情報の合間にはフィラー音楽を演奏していた。出火の一報を受け、ラジオ新潟はアナウンサー当時の庭国オラスタッフが急遽大和屋上からの臨時性中継を観光することになった。強風に煽られないよう庭は自らの全身を マイクのコードで金網にくくりつけて固定した上で、午前4時15分頃に中継が開始され、ラジオを通じて、市内中心部の参上が市民に伝えられた。日の手は午前4時頃、すでに小町界隈に達していた。西堀通りを挟んで、向かい側の新潟市役所、2017年現在、ネクスト2 1が立地している場所や、正さや工事を挟んで、 斜め向かいの小林百貨店、現在新潟三越や、正面の住友銀行新潟支店、後の三井住友銀行新潟北支店、店舗統合により撤去され、現在は国際調理成果専門学校が立地しているなど、周辺の建物から次々と火の手が上がり始めた。庭はマイクを握りしめ、眉を熱風に焼かれながら実況中継を行っていたが、 小林百貨店から出火した知らせを受け、小林デパートから火が出ました。これ以上は危険ですから、放送を続けることができません。この辺で放送を打ち切りますと発生した後、午前4時35分をもって中継を打ち切り、スタッフは全員退避した。その15分後に、ヤマトからも出火し、ラジオ新潟の社屋ろとも全焼した。ラジオ新潟は、 本社からの実況中継と並行して、郊外の同志も、川原、現在の中央区三崎町地内にある送信所において、臨時スタジオの準備を進めていた。これは、本社の自家発電設備が不安定だったことから、電源が安定している網川原送信所からも、随時台風関連の情報を放送できるよう、アナウンサーやスタッフを配置するなど体制を整えいたためで、 御社からの中継音声が途切れた約1分後には、網原からの再開第一声が発せられ、火災の状況や避難指示などが引き続き伝えられた。夜が明けてくると火の勢いは、やや収まったが、それでも、正や、工事沿いに、本町も舐め尽くした炎は、万代橋の近くまで迫りつつあった。しかも、強風の煽りで、信濃川沿いの民家に飛び火、午前10時50分に、 やっと鎮圧。残下も含めて完全鎮火したのは午後7時のことだった。この1955年新潟大火により、新潟市の中心部は壊滅的な打撃を受けた。市内の建物もまだ木造が多く、焼け残った建物は少なかった。また、新潟日報社、新潟県農協、県神殿、県経済連、小林百貨店、大和新潟店、 新潟市役所、新潟郵便局、現在の新潟中郵便局、東北電力新潟営業所、竹山病院、北越銀行小町支店、第四銀行本店、道小町支店などがこの時の火災で消失している。また、東中通りと西堀通りの間にあって、寺町と称される寺院外も被害を受けた。しかし死者は一人も出なかったのは、 文字通り不幸中の幸いであり、奇跡に近いと言われている。この五新潟市内を流れていた、堀、西堀、東堀など、が高度経済成長期までに埋め立てられた。1964年、昭和39年に、第19回国民体育大会、新潟国体が開催されることが決まり、市内中心部の道路網の整備が急務だったことに、加え、当時の新潟市は、 下水道の整備が進んでおらず、堀に生活排水が流入するなどして水質が年々をなくし、衛星の確保が必要であったことなどが主な理由として挙げられるが、加えてこの大火の際、堀のある通りはそのあぜに植栽してあったヤギの木が障害物となり、消防車両が入りにくく消火活動の妨げになったことや、防火のためにある程度の空間を確保する必要があったことなども、 堀を廃止するる。となっている火災の模様を自社の炎上寸前まで伝えたラジオ新潟の実況中継には世間から高い評価が与えられ当時の新潟県知事や郵政大臣から感謝状が贈られたほか日本民間放送連盟が主催する第4回民放祭番組コンクール1956年昭和31年4月21日開催において 報道活動部門の優秀賞を受賞した。大化当時の同局の取り組みについては、その後も現在に至るまで、各種報道などで取り上げられている。この実況放送の模様は、ラジオ新潟の長岡放送局に駐在していた社員が、網川カワ送信所の放送電波を直接受信してどう、ろしており、同日中に、ラジオ東京、現在の TBS ラジオを通じ、 大火の模様が全国に向けて報じられた。録音テープは後に、新潟放送と TBS から横浜市の放送ライブラリーや新潟市、歴史博物館、港ピアに寄贈された。放送ライブラリーと港、ピアの2箇所において、この実況放送の録音音源を聞くことができる。新潟大火によって大きな打撃を受けた新潟市民だが、 次の大目標となった、先日の新潟国体に向けて邁進していく。国体は成功裏に終わったが、閉会式からわずか5日後に起こった新潟地震より、再び大きな被害を受けることになる。新潟市が、本州日本海側最大の都市として大きく発展を、遂げていくのは、新潟地震からの復興を果たし、さらに、上越新幹線。 北陸自動車道など高速交通網整備に拍車がかかる1980年代後半に行ってからになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。